23番CHIBA Moneさん、東北高校。逆転優勝に向けてショートプログラム2位の CHIBA MoneN年連続全日本シニアに推薦出場。荒川静香さんや羽生結弦さんと同じ東北高校2年生です。バイオリン協奏曲バタフライラバーズ、自分にぴったりと語るこの曲です。トリプルルッツ、トリプルトーループ。ダブルアクセル。足換えのコンビネーションスピン。勝負のジャンプ、トリプルループ。足換えのコンビネーションスピン。トリプルフリップ、ダブルアクセル。トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ。ここも決めました。シークエンス表現したいところが一番濃く詰まったと話したこのコレオ。美しくなった CHIBA Mone、5度目のこの舞台、スタンディングオベーションです。素晴らしい演技を見せました。優しく音を捉えながらジャンプのほとんど加点がついています。そしてスピンもすべてレベル4。村上さん、はい、素晴らしい演技、安定した演技でした。そうですね、やはり本当に出てきた時から私も見ているので、すごい大変な時期も乗り越えて、この安定感のある、そして深みのある滑り演技だったと思います。
東日本では少しこのフリー苦しみました。一つ一つのジャンプも安定感のある流れのあるジャンプでしたよね、はい、このダブルアクセルも素晴らしいジャンプだったと思います。出来栄え点の方でも加点ついていますね。トリプルフリップも安定ありました。やはり千葉選手は体の柔らかさも持ちつつもしっかりと体幹を持っていますので、スピンなどでは体の柔らかさをしっかり活かして、でもジャンプでは体幹で安定させて、そういった使い分けができる大きな武器だと思いますね。こういったところも体の柔らかさ際立っています。会場全体をその美しさで魅了しました。レイバックスピンのどんどん加速していくところも素晴らしかったですね。そういったところはレベルにつながっていくと思います。やはりレイバックスピンもしっかりレベル4を取れています。過去最高は去年の3位、千葉のフリー 127.43、 総合得点は 193.15 です。千葉もねトップに立ちました。ありがとうございます。去年を超える現在1位。それではここで2位に入った千葉モネのインタビューです。見事2位表彰台に輝きました千葉モネ選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。2年連続の表彰台となりました。まずは今の気持ちをお聞かせください。そうですね、まあ、去年3位だったということもあって、今年はなおさらその出来のいいものをやらなければいけないというプレッシャーも少しは感じていて、でもまあ今回すごく緊張して、その中でもうまくまとめられたので良かったと思います。演技が終わった後、小さくこう2回ほどうなずいたと思うんですが、あの時どういう思いだったんでしょうか。そうですね、まあ、ジャンプがすべてショート同様すべて完璧なものではなかったんですけど、とりあえずまあ、80点ぐらいは取れたかな、自分なりに取れたかなって感じです。その後キスアンドクライでガッツポーズが飛び出しました。このフリー全体振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、今回すごく緊張した大会で、まあ、自分 の, その緊張に打ち勝たなければいけない試合だったので、まあ、少しは克服することができてよかったです。最後に今後に向けて一言お願いしてもよろしいでしょうか。はい、全日本選手権でもさらに完璧な演技ができるように、その後の対試合ももっと自分らしさ十分に発揮できるように頑張ります。ありがとうございました。千葉モネ選手でした。ありがとうございました。